皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も仁王遊んでいきましょう。さあ今日はですね、メインミッションこぼれ落ち雪、ここに挑んでいきましょう。ミッションレベル55、ちょうどぴったり。水無月だというのに雪とは名誉な。このままでは都は氷漬けになってしまうと。霊気の源は荒れ果てた本能寺、横と女の泣き声が響くという噂もある。頼めるかウィリアム。いいよ。というわけで行きましょう。山城の国にある本能寺は天下統一を目前に倒れた織田信長最後の地である。天正10年、破竹の勢いで各国を手中に収め、英雄とも魔王とも呼ばれた信長の突然の死は全国に衝撃を与えた。信長を討った明智光秀も程なくして逆賊として討たれ、その動機は謎に包まれたままである。変から20年近い時を経た今も、人々は信長のたたりを恐れ、境内に近づく者はわずかである。さあミッションスタート。本能寺、今回ね、武器は鎖鎌、これを使っていこう。そしてそこに氷柱で、ここに社。でここに小玉、普通に帰れるっしょ、そこでしょ、帰りなさい。さあまずこいつを出始めにぶっ殺して、よし、かっこいいな。そして使いやすいとね、守護霊は火葬、あれを使っていきます。火のネズミ、壊せないっぽいな。一旦先行こう。でここにアイテム、浜屋、よし、浜屋は9本でね、そいつを引き寄せ、ん、待って、もうちょい近寄ってこうか。待ってね、ちょっと違うな、なんだっけ、コマンド忘れた。よし、いやこれはいいね、鎖鎌非常に使いやすい。よし、ちょっと待ってね、技をチェック。取ってないや。上段専用、三角長押し、よし、うまいべ、いくぞ。よし、踏み尽くして、こいつは宝禄玉持てません。そしてこの上、こっちかでね、そこに、そこにアイテム、あとはこっちもアイテム、敵がいるよ。あ、こいつか、こいつ超嫌い。よし、取ろうかね、一旦落ちて、で斧、槍寄りの斧で、こっち、敵いません、大丈夫。さあちょっと開けた場所に来たね。こっちはこれも開きません。
で人が結構死んでるということは、そこのそれかな。なんだこいつか。とりあえず回復してそしてバトル。これはね、早速カスを呼んでいこう。取られる。マジか、そんな効果知らんかった。よし、じゃあヒネズミタイム。あ、結構切れるの早いな。まずい、めちゃくちゃだよ。いや申し訳ない、回復すればよかった。目つぶしを投げてしまった。いやこいつ強いな。カソがね微妙な気がする。待ってね、牛に変えていい？呼び戻し、戻して、カソちょっと微妙かな。よし、伏せ牛、やっぱ牛かな。で行きましょう。最近ねツイッターで酔っ払った動画配信が見たいっていう風に言われたんですけど、自分ね酔ったことないんだよね。お酒に弱すぎて酔うところまで行けないの。よし、強えな。危ねえ、レベルが適正だけあって敵は地味に強い。よしと、そしてリベンジマッチ。こいつがな、こいつはね槍と大砲。あ、先にこいつを倒した方がいいか。ただの坊主の霊気属性こいつね。さあ目つぶしかけて一発がでかすぎだろお前。どんななんそれ。よし、すげえなこれ。こいつは強いわ。オッケー、そしてひょっとこの面来なさい。来ない。よし、チャンス。ひょっとこの面燃やして、そんなに効いていない。よし、さあリベンジ完了。そしてここに小玉。やっぱこんくらいのスリルはちょうどいいわ。で社、近いね。そして再び先へ。ここにアイテムね。浜や。まずそいつに浜や打って、で補充。ここはね、開きません。結構開かんね。こっちも。あ、そう。危ない。なんだこいつ、どっから来た。浜屋、こいつもね目つぶししてからの、これがいいね。鎖釜、四角からの三角連携。危ない。
で、こいつ危ねえな。回復。よし。そしてこっから来た待機場。あ、出てくる。よし。そんでね、これもどうしようもできない。となるとこっちか。蝶々、氷の蝶々。よし。氷の蝶とはまた風流じゃの。爪ならぬ存在が消えた今、なんぞ変わっておるのではないか。そして壊せる。一旦こっち行こうか。でね、こいつは槍で、大砲で先制ダメージ。よし。やっぱ槍落ち着くわ。すごい落ち着く。この絶妙な距離、これが当たるっていうね。よし。とどめ。よしよし。おのれ光秀め、信長様より受けし大恩を忘れたか。そしてそこにも、よし、一発当てて、あっ、まずい。回復。こいつはね、鎖鎌でダメプレー。来なさい。よし、もうちょい。オッケー。そしてそこの上にアイテムで、そっち行けて、ここでショートカットは開通。よしよし。そしたらね、どうしようかな。そっち行くか。最初のそっち。そこね。いや、これは無理。あ、そう、対応してるあれがある。そういうシステム。ダーッ。よし、これいいな。いけー。なんだ今の。待って、逃げよう。バーッと逃げてお薬飲んで、そしてそっちか。そんで、さらにこっちとそっちとこっち。こっちは児玉はいらっしゃいません。そこに、なんだ、雪女。ひまといの札使って、これでぶったたく。危ない。避けてからの遠距離。こいつもこういう系。よしよしよし。さあ討伐して、あ、これ気持ちいいな。四角一発からこれも射精する。三角二回で、四角三発からもこの三角二回が発生する。扱いやすいね。そしてしかしこれは壊しにくい。
こっちはお家の中。そこ、なんかあんな。で、プラス鬼がいる。とね、そこに。またね、氷の蝶々。問題はこいつか。あ、危ない、目つぶし。からの大砲。ガチで危ない。あ、まずい、回復。斧か、斧はやばいね。さあ距離を取って、もうちょい、よし。そんでね、どっち、ここはどこで、小玉がいて、なんだ、敵、待っていっ、よし、おじさんがね、全員ぶっ殺すかんね。さあ教えて。今回の小玉は割と見つけやすい。ここも広いな、高低差。これが、これさっきのとこ、ん？ですね。そっから来て、そんで、違うな、こう来たんか。そして一周してきた。なるほど。でね、そこね、強キャラが一匹。ここはね、槍かな。なんだ、敵の声。こいつか、こいつね。いや、こいつもね、結構厄介なんだ。変化するとガチでやばい。よし。そこで、ぶっ殺して。よし、チャンス。腹つけからの、あ、狭いな、ここ。やべえ、回復、もうタイム。よし、牛を放って、よし、溜まったら使っていこう。普通に強いわ。そんで、西国大名の鎧、ちょっとね、チェックタイム。これ軽くて強いな。よし、とね、水よけ、これ2つかな。よし。そして小玉。ということは戻っていく。多分ここらのスタート地点ですかね。行こうか、一旦帰るぞ。そっちは？いや、これ分からんな。そっちから来た。よし。とね、そこに、そこにアイテム？あれ？なんだっけ？そっちの上？
これは取ってない？見つけてしまった。あとそのうちの中、こっちはね、あ、こっちかな。なるほど、こう来て橋を渡って、矢が3つ、いらねえ。と、宝禄玉。よし、一旦帰ろう。よし、さあ帰って、一旦拝んで、拝めない、こいつのせい。よし、そしてね、レベルアップ、これかな、技。よしと、そしてそこのこっちね、この標柱、さあ霊石いっぱい、嬉しいな。あとはそっちの、そっちの奥、それとこっちね、屋敷。これどうするかな、そっちなんかボスっぽくない？こっちは強キャラ、お札を使って、あ、こいつか。こいつはね、こいつはね、まだ優しい方なんだけど、あ、後ろから来る。あ、まず、まずいよ、まずいよ。早く。まずい。気力がない。ここね、槍。危ねえ。これまずいな。ちょっとこ。あ、これゴミだ。これはゴミだ。待って、回復して。よし。でね、まずこいつね。よし。からの、一発でかすぎ。よし、チャンス、ぶっ刺し。よしと、ちょうどいいスリル。で、宝箱。持てません。ゴマの灰と、寸刻つくもの札。あれ、使っていくか。宝禄玉、毒消し。ゴマの灰、宝禄玉、どうしようかな。ひょっとこの面、このゴミをね。よし、寸刻つくもにして、で使っていこう。あ、こういう効果、ちょっとだけ、あの召喚獣、守護霊か、あれが突進する。なるほどね。あとは、よし、でね、なんかの刀、そんなに強くはない。
あ、ここめっちゃ人死んでな。しかし、もうもうタイマー満タン。行きましょうかね。これはやばいと思うわ。行くぞー、頼もう。あ、こいつか、こいつほんと嫌い。で、強いもん、こいつ。もうもうタイム。なんだそれ。あ、もう来てた。早すぎ。やっ、いや、申し訳ない、今の。あの槍兵つっついてきよった。こいつ強えな。今のは強いわ。あれ？待ってね。さっきそっち行って。こっちは？これは？お茶なんだ。上に行ける？とね、そっちね。で、さっきの屋敷がそこ。こっちはなんだ？そこに、こだまちゃん。よし。教えて。そいつは？どっから来た？でね、こっち行こうか。こう登って、で、さっきの屋敷。いや、ここな。で、そっちに行ける。ここも広いね。で、そこはなんかすごいね。行きましょうかね、リベンジマッチ。まずそこの2匹。いて、思ったよりモーションが長い。よし、さあどうするかな。どうもちゃん、よし、ここで回収して。そこね、そいつか。これ今当たんない。動かんな。ん？そいつ？あ、そいつか。よし。こいつがね、さっきすごいいやらしい働きをしたもん。他は？そいつは？違うね。めっちゃ慎重。よし、行きましょうかね。いや、こいつ、ほんと強いもん、こいつ。すんこくつくも。オッケー、もう一発。さあ、この闘技アタック、これを食らいなさい。チャンス。つくも。よし、いいよ。あ、なんだそれ。いや、おかしいでしょ、この人。マジか、これへこむわ。これすごいへこむわ。なんだ今の。タコ殴り。強すぎない？ここで。よし、目つぶししてからの、モーモータイム。いけ。よし、いいよ。あのパンチをまた食らわないように、裏に回っていこうと思ったんだけど、すげえな、こいつの火力。で、目見えてるっしょ、それ。危ない。早く。怖すぎて近寄れん。
あ、まずい。欲張るとまずいわ。よし。いや、ようやくやった。いや、これは強いわ。みんな死ぬわ、そら。で、さらに、あ、上にいた。なるほどね。なんか来てんなと思ったら、そっか。こいつはね、鎖鎌で、さばいて、からの、死んでない。舐めるとこうなる。いや、ここえぐいわ。いい感じにえぐい。信長様の残せし大名物の数々、むざむざ眠らせておくは罰当たりというものよ。境鉄砲、大阪の鉄砲。装備しようかね。よし。で、そこにもこいつはね、先制ダメージで、あっ、マジか、すかす。よし。なんだ、霊気弾。で、槍に変えて、斧はね、やばいんだ。一発食らうと半分持っていかれる。おわっち、あぶねえ。思ったより硬いわ。よし。で、回復して、あとはこっちにお宝。異国風の鎧で、まだそっちはいけませんでね。そこに蝶々プラス弓兵。あの日から私の心は常にあなた様と共に。なれど、さあこっち開けて、ここね、まだ行けません。で、こっちか。そこにまた一つ目いる。どうする、どうする。で、奥に一つ目小僧。よし、ワンショット。大砲撃てんぞ。よし、チャンス。よし。あ、待って、見えない今の。今のは見えんかったわ。で、モモ出して一旦回復。強いな。一発が重たすぎ。蹴りを出さない方がいい。回復。よし、よしよし。さあ、なんとか倒して、あとはこっちは何だい。
こっち、何そこに社、よし一旦拝もう。そして能力開花、ここもね技量かな、もしくは忍術、ここはねどうしようかな、技量かな、よし。さあではね、今回一旦こだわりにして、で次回はこのボス戦に挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。